い、ということで今回はまあライブのね、タイトルプリズムまたにちなんでですね、まあ、プリズムというイメージでもあるようにこう綺麗なねキャンドルを作っていきたいと思っております。なんか最近はキャンドルになんか香りとかもつけられるっていうお話もお聞きしまして、今すごいねいい匂いに包まれながら収録しているんですけども、本当にワクワクしてます。どんなキャンドルが出来上がるんでしょうか。頑張って作っていきたいと思います。イエイ、お願いします。よろしくお願いします。はい、どんな種類のキャンドルがあるのかなと思ったらめちゃくちゃあるんですね。そうですね。うわー綺麗。これもキャンドル。はい、キャンドルで。これもキャンドル。はい、煙玉ですかこれ。よくちっちゃい頃にやりましたよね、花火みたいな感じのありましたけど、はい、ではない、煙が出るわけではない。ではないですね。キャンドルなんですね、はい、へえ。ちょっと気になったんですけど、はい、これは何ですか、はい、なんか火をつけるところがないんですけど。あ、はい、これは香りをつけて壁に飾って見た目を楽しむインテリアになります。こんな感じ、こうやってつけて飾って、はい、あーいい匂いする。気になるな。あとめちゃくちゃ食べ物じゃないんですけど美味しそうだなって見た時から思ったんですよこれ、はい、これも、あ、本当だ、中にキャンドルが入ってますけど、これはどうやって作るんだろう。中はこうゼリー状になってるんですか。そうですね、ゼリー状のロウを使って作ります。気持ちいい、はい、わあ綺麗ですね。そうですね、すごく人気のメニューになります。なるほど、じゃあ2つぐらいいいですか。はい、大丈夫です。これとこれを作りたいです。はい、じゃあ頑張って作りまーす。こちらのサシェの方から作っていきますね。サシェ、はい、はい、でこちらはベースのこの部分の色付けとお花選び、あと香り選びをすることができます。なのでまずお色から、下のベースの色から選んでいただきますので、はい、で色はこちらがお色の見本になります。おー、はい、何色にしようかな。どうしよう。でもこの DVD が発売される時は夏なんですよね。夏といえば黄色とかオレンジとかかな。ただ紫が好きなんで紫にします。紫にします。はい、かしこまりました。はい、で色をつける元がこちらですけれども、すごくちょっとで色がつくので、うん、今回この薄い少しの量なので、たくさん入れすぎると紫が濃くなってしまいます。なるほど。でちょっと気をつけて、はい、ひとつまみずつ、少しずつ、これ手でつまんじゃって入れて混ぜるって感じですか。あ、はい、手でつまんじゃって大丈夫です。はい、じゃあまずちょっと前に置きます、ね、はい、この中に入っていますので、はい、入れたらお箸でちょっと混ぜていただく形ですね。一粒、まあ、何粒か入れていただいても大丈夫です。はい、でもう一回溶かして色味の感じを見ていただいて、で徐々に濃くしていって大丈夫です。綺麗、楽しい。色が溶けていくのが結構綺麗なので。綺麗。もうちょっとですかね。もうちょっと入れても大丈夫だと思います。もうちょっと入れる。これかな、いい色になるんじゃないかな。はい、あ、これぐらいで、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ後で香りをつけてから、はい、こちらのお鍋使いますので一度戻してください。ではこれからお花選びをします。今ベースを紫にしましたので、はい、まあ、紫のベースに合わせてお花を選んでいただけるといいと思うんですけども、はい、配置を1個の方に置いていただいて、